3D のレザー、これね、これがあの世界初らしいです。でちなみにステアリングだけで 3.5 時間かけて作るらしいです、一人の職人さんが。すごいっすね。とてつもない技術を持った人たちのこの集団が1台のこの車に膨大な時間をかけて車を作り上げていると。マックス333キロでございます。もう回答性はいいし、はい、曲がりやすい、うん。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がベントレーフライングスパー W12 2020年式18300キロ、こちらの車両になります。なんと車両紹介フライングスパー初登場ということで、意外だね。あの触らせていただく機会とか、はい、ご入庫いただく機会は非常に多いんですけれども、そうです、車があの少ない。僕中古車情報サイトも見たんですけど、うん、今本当に数台しか出てないんですよね。そうなんですよ。これねずっとこの状況が続いてるんですね、フライングスパーは、うん。やっぱりあれなんですかね、オーダーでこういろいろ細かく頼む車なんで、はい、まあ、そんなにこうバカスカ納車される感じではなく、うん、まあ、こう欲しい人の元にこだわりの車が届くっていうスタイルがずっと続いてるからなんですかね。そうですね、はい、プラスこの世界情勢なんですかね。まあ、この辺も特にいろんなパーツが使われてますからね。そうですね、まあ、最近のその納期遅延だったりだとか、はい、いろんな影響もありつつ、まあ、そんな中でかなり貴重なお車になってくるんじゃないかなと。で今回こちらのお車をご紹介させていただきたいと思います。でつい先日あのコンジ GT ご紹介させていただいたんで、うん、はい、まあ、いろいろ重複する部分もあるかと思います。まあですね、はい、でこちらフライングスパーの方が後出しというか、まあ、世代的には同じなんですけど、まあ、後から出てるんですよね。そうです。なんで、まあ、フロントのこのデザインだったりだとか、うん、特にあとこのヘッドライト、はい、LED マトリックスヘッドライト、こちらも、まあ、デザインこそ違えと、はい、中のこの衣装だったりはかなり似た感じで、うん、そうですね、ちょっとこの青みがかった、はい、でこの辺はアウディワーゲン譲りの機能がそのまま使ってますんで、はい、まあ、機能的にも申し分ないかな、はい、あとホームページだったりだとかいろんな市場レビューにも書いてあったんですけど、うん、アナログとデジタルの融合っていう、おこれすごいうまいこと言ってるなと思って。なるほど。でやっぱり特に最近こうデジタル化がすごいじゃないですか。すごいですね。ただデジタルと高級感って、うん、ちょっとこう融合するの難しくないですか。意外とこうそう頭で考えると相反するところが多いですよね、うん、でやっぱりこう物理機なくしたりだとか、はい、液晶がこうすごく大きくなったりだとか外装に関しても、うん、まあ、いろんなセンサーがついてたりするとどうしてもちょっと高級感と相反する、どっちかというとちょっとクラシックとかアナログの方が融合しやすいところじゃないですか。確かに。それをなんかすごくうまく融合されているなっていうのはちょっと感じました。特にこのヘッドライトを取ってもそうですし、はい、うんうん、あとはこの世代からメッキの比率すごく大きくなりましたね。なりましたよね、うん、あのヒゲはまあそうなんですけどもこの枠も、はい、そうメッキが採用されてて、はい、まあ、白なんかだと、うん、まあ、割とボディに馴染んでる感じですけど、そうですね、まあ、他のボディカラーだったりとか、うん、あと黒なんかだとこのメッキの主張すごいですよね。際立ちますねやっぱりね。ただこの辺も本当にうまく融合してて、うん、あんまりこうメッキをこうむやみに多用すると、うん、ちょっと逆にこう作り物感というか、そうですね、出がちじゃないですか、うん、だそれがなんかうまくこのグリルもそうですし、でグリルもよく見るとすごく複雑な形状してるんですよね。これそうなんですよ。このフィンもそうだし中も、うん、ちゃんとこのペイントというか、はい、艶のある色のあるこのグリルがインナーにしっかり入っています。だ前の方の、コンチネンタルシリーズにのグリルそのままこう何ていうんですか、デザイン自体がすごく似せているというか、あ確かに似てるじゃないですか。でこう思いっきり縦のメッキが入ってる、縦のラインが入ってるっていう感じなんで、でもこの方がいいと思うんですよ。なんでかっていうと前はこれしかなかったじゃないですか、このメッシュの部分だけしかなかったので、はい、ここの汚れとか水垢がものすごい目立つのよ。ちょっと汚れてるだけで。でも今はこの縦のラインが入ったことでこっちの方が強調されるのでなんかバランスはいいのかなっていう感じはしますね。あとこれ立体感がすごくあるんで、ね、表情がすごいんですよね。あ、はい、前から見た時はこれが見えますけれども、写真とかでこう73とか64でこう斜めに車撮るじゃないですか、うん、そうすると全く見えない、見えない、この縦のグリルしか見えないんで、そうなんだ、全く表情が違うっていう。そうですね。でも本当にいろんなレビュー見ましたけど、とにかくかっこいいっていうの書いてあったんで、はい、まあ、ちょっとその辺のビジュアル的なのもかなり意識して作られてるんじゃないかな、うん、あとはこちら、はいはい、これ格納するんですよね。格納します。これイルミネーション付きってことなんですけど、これ全部付くんですかね、はい、全部じゃないと思います確か。あ本当ですか。はい、
こちらの最初のやつはなんか確かついていってとかなんかつくとかつかない問題一時ありましたよね。なんかあったんですよね。でこちらの車は点灯するように、はい、これがちょっとオプションなのか仕様なのかちょっと分からないですけど、こちらの車はちゃんと点灯するようになってるということです、はい、そうです。なんか国によって結構その、うん、外装の光り物が、はい、あの NG な国もあるみたいで、そうですね、うん、あのグリルの中光ったりとかっていうのはダメなところもあるっていうふうに聞いたんで、もしかしたらちょっとその辺の影響もあるのか、多分おそらくそれだと思います。あとはもう全体的なボディライン、先日ご紹介させていただいたコンチ GT にもつながる部分だと思いますけども、うん、はい、先代に比べてすごくあのワイド&ローな感じと、ちょっとデザイン性がかなりアップしたなと、うん、これボンネット一つとってもこの真ん中にこのアクセントがついてたりとか、うん、はい、フェンダーもちょっとこのコンチ GT につながる、うん、このフェンダー、これめちゃくちゃかっこいいですよね。そして足元は、22インチ、はい、こちらのタイプが装着されております、うん、はい、これ21インチもあるんですよね。あります、はい、でオプションの、今回バリナードライビングスペック with 22インチということで、そうですね、はい、こちらが装着されています。なんかでもごめんなさいね、ホイールこれちゃんと見るとすごくデザインされてて作り込みがすごいですね。でしかもこのミラーポリッシュみたいなホイールじゃないですか、うん、これ裏側とかこのスポークの裏側まで全部同じ処理がされてるんですよ。おーすごいですね。結構このスポークの裏側って、うん、まあ、ペイントのホイールだったら色が入ってなかったりとか、そうなんですよ、黒くなってたりするじゃないですか、はい、裏側も全部ミラーポリッシュになってるんですよ。でこれ今 iPhone を突っ込んであの確認しちゃいましたさっき、はい、こんな感じのホイール、うん、でこれ調べてたんですけど分からなかったんですけど、うん、もしかしたら BBS 製じゃないかなっていう。あ、そうですか、分かんないですけど、はい、コンチ GT 確かに BBS の B デザインのホイールじゃないですか、はい、だからもしかしたら一緒かなってちょっと思いました。なくはないですね、はい、この辺詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります、はい、でこれ基本的に単造ホイールですよね。はい、そうですね。なんでこのスポークの細さがすごい、すごいですね。細さというか薄さ、うん、これちょっと表面から見ると結構こうボテッとしたちょっとこの厚みのあるデザインに見えますけど、実はこのスポークがめちゃ薄いという。そうですね。だこの辺もすごく考えられているのかな、うん、そしてその奥に見えるブレーキは、まあクラス最大級のテンポットの、はい、これあけぼのブレーキ、最近あのこれを装着している車を立て続けにとってですね、うん、あの毎回ちょっとあけぼのテンポットって言ってるんですけどもこちらが装着されております、はい、そしてタイヤの方は275/35/22インチ P0 が装着されてます、うん、はい、あとサスペンションも、うん、これもあのキャリパーとセットであの3チャンバーのエアサスペンションですよっていうのを、うん、多分4回ぐらい続けて説明してるんですけど、はい、こちらのタイプはでこれ仙台比なんか 60% ぐらい、うん、あのエアの充填量がアップしてて、そうですね、まあ、いろんなその路面状況に対応できるようになっていると、はい、あと足回りに関してもフロントダブルウィッシュも、はい、これリアで紹介しますけどもリアマルチリンクということで、その辺なんかの、足回りの進化もしていると、はい、あとは全体的なこのプロポーション、うん、寸法をご紹介させていただくと5375、はい、全幅の方が1990、はい、前方の方が、1490ということで仙台比ずいぶんこうホイールベースが長くなってるんですよ。でそれがほぼこのフロントタイヤが前に、うん、これコンチ GT と全く一緒のなんかこう進化ですよね、はい、で成立してるらしい。なるほど、はい、なんでそれによってこう安定感が増したりだとか、はい、高級な乗り心地につながってる、うん、そういうことみたい。ただホイールベースが単純に長くなっちゃうんでこう取り回しはやっぱり、うん、どうしてもちょうどホイールベースよりか悪くなっちゃうじゃないですか、ね、はい、なんでその辺はもうこの制御の進化と、うん、あとは 4WS、うん、これによって、はい、その悪化する部分も最小限に抑えられているそうです、うん、あとデザイン的なものでいくとフェンダーがこの B デザインのこれダクトにはなってないんですよね。なってないと思いますね。アクセントだけですよね。アクセントですよ、はい、そして最初にもご紹介させていただいた通り W12 のエンブレムと、はい、これも本当に今乗るべき1台じゃないでしょうか。間違いないです、はい、そしてあとはこの横のラインこの辺とかも本当にうまいですよね。うまいですね。でこのモールも、うん、全然こう不自然じゃないというか一体感のあるなんかね、このフライングスパーこの形を見てるとこのプレスラインあるじゃないですか。このプレスラインってスケッチデッサンしてるときにひひって書いてるデザインをそのまま形にしているように僕見えるんですよ。確かに、はい、この辺のちょっと少し重なってる。そうなんですよ。あとは気がつかないと思いますけど、はい、前から見てるとここのドアミラーのラインとか全部同じような感じなんですよ。ここもシュッって書いてる感じ。
で、これもフェンダーからずっとつながってるんですよ。確かにこれ見事だな。この辺なんかも全部共通性のあるこのフィニッシュというか、そうなんですよ。なんかそう、だからそれが重々しく見せないのかなと思います、車を。確かに普通のこのボディサイズの車でこれだけいろんなものがついてなってくると、どうしてもこう重たい感じというか、デザイン性からちょっとかけ離れたものになりがちです。ヘビーな感じしちゃいますよね。ずっしり感が出ちゃって、全然そういったのが感じられる、うん、本当にスタイリッシュなセダンという感じですよね。うん、そしてルーフの方は、はい、ガラスサンルーフということで、全体的なこう黒のつながる感じなんで、この辺もちょっと車高低く見せたりとか、そうですね、スタイリッシュなエクステリアに貢献してる、スポーティーな感じもありますしね。はい、はい、あとはリアの方315-30-22インチということで、はい、これあの改めて見るとフロントとホイールのデザインというか、うん、表情が全く違うんですね。うん、あのコンケーブ、この逆反りが、はい、そうなんですよ。だからちゃんと時代の流れというか流行りをちゃんと分かっているので、それがしっかり作られています。もう車外ホイールかっていうぐらい、そうそうそう、この立体感のあるで、これが自然に収まっているという、ね。うん、そしてリアといえば 4WS なんですけれども、これが結構動くらしいです。はい、逆走、要は低速時は 4.1 度まで、おで、同走、はい、高速時の同じ方向向くやつですね、うん、それに関しては 1.5 度まで、うん、これによって最初半径が 5.5 メートルに抑えられているらしい。おー、小さいですね。で、土方さんピンとくるじゃないですか、はい、僕全然 5.5 メートルって言ってもピンとこなかったんですよ。あ、そうそう、これがあの、はい、もう全然1つ2つぐらいクラスが下の D セグメントとか E セグメント並みの最初半径らしいです。はい、だからこの大きい車で、まあ、もちろん物理的にその道の幅とかっていうのは制限ありますけれども、はい、うん、まあ、取り回しに関してはそのぐらいコンパクトな車と同じぐらいの取り回しの良さが備わってるらしいです。はい、じゃあ続いてヤマーレも見てみたいと思います。テールランプはもうすっかりおなじみになりましたか ね、 そうですね。あの B デザインの、はい、これ光るとこう、はい、B が多分デザインされてるこちらの、これもでもフロント の、 あのヘッドライトと並んで、そう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 、ね、ちゃんとこのクリスタルガラス風の、はい、うん、ちゃんと中になっているということで、そしてあとはテールもこのサイズですよ、うん、これが成立するってすごくないですか。すごいですね。そしてあとはちょっと僕気になったのはナンバー灯が、先代って確か4連かなんかだったんですよね。ああ、そうです。そうですよね、はいはいはい、これ2連になってるということで、うん、あとこれ充電のポートもついてるんですね。ついてます、はい、あの所有したことはもちろんないんで、はい、あの改めて見て、うん、やっぱりこう乗らない期間だったりだとか、そうですね、いうのも、まあ、ケースとして考えられる車なんで、うん、まあ、こんな感じのもついております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。当然のソフトクローズ付きということで、うん、はい、ただあのコンジ GT と違うのは、あの、うん、どこでも止まるドアではないんですね。ああ、そうですね、まあ、通常の一般的なセダンみたいな、はいはい、多分ドアが小さい分、そうですね、はい、その辺の機能はついてないということで、はい、そして内装はあの喋るとこいっぱいあるんで、あの、はい、カンペ見ながら頑張ります。はい、頑張りましょう。まずマリナードライビングスペック、はい、これがいわゆるおしゃれ内装、そうですね、はい、これも、うん、絶対ついててほしい。欲しいです。ここがしっかりついてると、はい、そしてあとツーリングスペック、うん、こちらが、うん、ナイトビジョン、あとヘッドアップディスプレイ、はい、あとベントレーセーフガードプラス、はい、あと ACC レーンアシスト、はい、このパッケージもしっかりついておりま す、 です。そしてあとはコンフォートシート、はい、まあ、スペックなのかスペシフィケーションなのかちょっと分かんないですけど、はい、そちらが装着されてて、うん、全席ベンチレーションマッサージ、あとリアノーシートもリクライニングするという、はい、これ内装めっちゃ豪華じゃん。めっちゃ豪華です、はいはい、そして、うん、カメラで先に撮ってますけども、はい、この内装のインパクト、はい、これはあの正直に言います、うん、僕はちょっとギョッとしてしまいました、はい、僕は大好きです、はい、ここは多分見てきたものの、うん、この今までのね、はい、積み重ねがだいぶ違ってくるのかなと、はい、うん、ただあの土方さんと僕で、うん、あの共通認識だったのは、うん、すごくこうクラシックな、そうですね、レトロな印象、はい、でこれも赤というかワインレッドの印象ですけども、ね、はい、フェラーリみたいなこう目の覚めるようなこの明るい赤じゃなくて、はい、落ち着いた、そうですね、ちょっとダーク系の赤なんで、うん、まあ、すごくこうレトロなクラシックな印象が強調されてて、はい、確かにちょっとベントレーってい う、 こ う、 こう高級感とかなりマッチしてるなっていう、はい、そうですね、感じはします、はい、そしてちょっとドアから見ていくと、うん、オーディオに関しては標準のもの、はい、ただ標準といってももうベントレーですから、うん、はい、650W 10スピーカーの、はい、もう申し分ない十分ですね、サウンドシステムがついております、はい、そしてあとはですね、レザーの方、これも、コンチ GT でちょっと紹介させていただいてるんですけど、はい、刺繍に使う糸の総延長が、はい、これが約3キロということで、3キロ、これはあのコンチ GT より、うん、あのもっと 1.5 倍ぐらい使うんじゃないかなと思ったら、うん、冷静に考えたら基本的にシートとかほとんどなんで、うん、まあ、そのドアの分ちょっと増えてるぐらい、はい、ということで、はい、まあ、同じぐらい刺繍に使われてるみたいです、うん、であとはこのドアのご覧ください、はい、この 3D のレザー、これね、
これがあの世界初らしいです。あ、そうなんだ。 3D テクチャードレザーっていう、あ、ごめんなさい、 3D テクスチャードレザーっていうこの立体レザー、こっちから見るとすごいもん、山がすごいっすよね。刺繍も何にも入れずに、ステッチも入れずに、この 3D のレザー、多分これ普通に作ったら浮いてきちゃったりとか、はい、きっちりこう貼り付けられないと思う。そうだよね。それが世界初で採用されてるみたい。素晴らしいじゃないですか。でちなみに、バリエーションとしてはこれのウッドバージョンもあるらしいです。おお、見てみたい。どんだけ内装にこだわってるんですか。これ出した後ですけど、はい、マンソリーもこれ真似してましたよね。マンソリーもこの仕様の内装を出しました。そのぐらいも、あ、そうですか、はい、世界から注目されてる内装らしいです、うん、でその内装も今回ちょっとあの、うん、コンチ GT でも、はい、あの詳しく予習したんですけれども、うん、あの改めてさらに掘り下げたところ、はい、これですね、内装全部のパーツ、うん、350ピースぐらいあるらしいです、はい、それが、うん、職人さん114人の職人さん、これいろんな資料を見たんですけど140人という説もありました、はい、これの、職人さんがそれぞれ手作りしてるらしいです、うん、で単純にこう刺繍したり、うん、ミシンで縫ったり、うん、っていうことじゃなくって、まあ、エアバッグの周りこの辺に関しては、うん、細い糸を使って、うん、まあ、エアバッグ展開しますからね、はいはい、ダッシュボードだったりその他いろんなところにエアバッグ書いてますんで、その辺に関しては細い糸を使って、うん、作られたりだとか、そういう機能的なものも損なわないような内装の仕事がされてるらしいです、うん、でこれミシンに関しても専用のミシンが5台、うんうん、まあ、場所とか加工によって全部使い分けられてこの内装が仕上がってるらしいです。でちなみにステアリングだけで 3.5 時間かけて作るらしいです。一人の職人さんが。すごいっすね。でシートに関しては4つで12時間かけて仕上げられているんです。でヘッドレストに刺繍があるお車の場合だと、うん、5103個のこのステッチで、うんうんうん、そのエンブレムが表現されてたりだとか、うんうん、もうとにかくもう職人技、うん、でこの職人さんになるには5ヶ月間のトレーニングをあの積まないとまずそもそも職人さんになれないらしいです。うん、はい、なんでもうとてつもない技術を持った人たちのこの集団がもう一台のこの車に膨大な時間をかけて車を作り上げていると。そしてこのレザーに関しても、はい、これ北欧の最高級のレザー使われてるみたいです。これ以前なんかメルセデスかなんか別の多分車種でご紹介させていただいたと思うんですけど、はい、あの基本的にその寒い地域のレザーっていうのが高級なんですよね、うん、そうですね。寄生虫がいないんで、はい、レザーに傷がつきにくいと、うん、でやっぱりこれだけ大量にレザーが使われてるんで、まあ、大きな範囲、うん、まあ、綺麗なレザーが取れるようにということで、その北欧産の高級レザー、うん、これメス牛だけらしいんですけど、はい、完全に管理されたところで製造されたレザーを大量に使ってるっていうことらしいです。いや、なんかちょっとごめんなさい、話戻っちゃうんですけど、ダブル12エンジンといい、ふんだんに使われたレザーといい、もうなくなるじゃないですか。だからレザーを貼っていた車の高級スポーツカーが何ですか、なんとかテックスとかいろんなオリジナルだったり、繊維メーカーが作った化学繊維に置き換えられつつあるんで、この辺もやっぱり乗っておくべき一台と言える内容かなと思いますね。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、後ろの席もなんとマッサージと、うんうん、あとベンチレーションシートヒーターが、はい、そしてあの先ほど下見で座らせていただいたんですけども、うん、あのリクライニングの量がえぐいです。えぐい、寝てげますね、はい、もう本当に後ろ超快適。そして、はい、あのこのレザーと、うん、このメッキパーツがいい味出してると思うんです、はい、一見するとちょっとこの派手な内装かなと思ったんですけど、乗ってみたらめっちゃいいんですよね。意外とこうしっくりくるというか落ち着いた空間になってますよね、はいはい、そして天井も当然同色のレザー、そして装備系に関しても左右ブラインドもそうですし、リアルブラインドに関しても全部電動のものが、はい、そしてこのセンターのちっちゃい液晶、うん、まあ、iPhone ぐらいの、はい、これで全部あのオーディオのコントロールだったりとか、はい、あのシートのコントロール、うん、あとはオーディオソースのコントロールなんかも全部できるようになってる。これ取り外しもできるんですよね。できます。でこれ土方さん取り外しました。はい、外してません。びっくりしたんですけど、はい、外した裏側もちゃんとあのギザギザの加工がされてるんですよ、うん、あ、本当ですか。ローレット加工が、はい、これちょっと試乗の時に見てみたいと思います、はい、ちょっと見てみましょう。じゃ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 5950cc、うん、W12 ツインターボ、馬力の方が635馬力ということで、はい、すごい。そしてトルクの方が900ニュートン、マックス333キロでございます、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が
ZF 製、これ先代と一緒みたいですね、はい、同じく ZF 製の、発足 DCT、うん、あとはこれ当然4駆のシステムも入ってますし、はい、あとはその4駆の制御の部分なんですけれども、先代がトルセンデフの、はい、もう固定の4駆システムだったところ、こちら電子制御の多番クラッチの4駆のシステムになってるんで、はい、まあ、可変 で、 そうです、ね、まあ、路面状況に応じて、うん、使えるような4駆のシステムになってるということ で、 でそれに加えて先ほどちょっと紹介しましたけども NWS と、あとその他機能トルクベクタリングだったとかもついてますんで、うん、まあ、低速時 の、 そのコーナリングもそうですし、はい、高速時のコーナリングに関しても車両制御で緻密にこう曲がっていくようなそういった設計になっているんです。あとはコースティングなんかの、はい、燃費機能もついてますし、あとこれコンジ GT でもちょっと触れてると思うんですけれども、うん、3速3000回 D かでしたっけ、2000回 D かでしたっけ、ちょっとあの細かい数字忘れちゃいましたけれども、はい、あのシリンダー吸収もついてますんで、まあ、決して燃費がいい車ではないと思うんですけれども、まあ、そういった環境に対する配慮だったりだとか、うん、そういったものも完成されたエンジンになってます。これもこの先おそらくないんじゃないかな。そうですね。そしてまたミルザンヌがなくなったじゃないですか。はい、なくなりましたね。で基本的にこちらが、まあ、トップオブベントレーとなったということで、うん、まあ、こちらはぜひあの興味のある方、所有できる方は乗っておきたい1台かなと思います。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、トランクは、うん、おなじみのここを押していただければ、はい、フル電動ですよ。ですね。はい、この間あのマット・ワトソンが怒ってました。いらないって言ってただもうこのクラス の、 あの高級車に関しては、はい、やっぱりついててこうスマートに開け閉め。そうですね。はい、でこの開き方もこうスマートじゃないですか。はい、メルセデスとかこうグイーンってあるじゃないですか。はいはい、この優しさ気遣いですよ。うん、そしてトランクももう全部カーペットなんですね。はい、これ以前土川さん撮らせていただいた時も同じこと言ってるかもしれないですけど、うん、このこっちもそうなんですよ。相変わらず結構な額の車買ってもこっちってあんま貼ってないじゃないですか。貼ってないですよね。ここも全部貼ってあるということです。はい、で容量的にももう十分以上かな。十分ですよね。ゴルフバッグも優に横積みできるかなと。はい、そしてあとはこの下に関しては、うん、バッテリーと、はいはい、パンク修理キットがこんな感じで入ってます。うん、あんまりこう荷物積む車ではないと思うんですけど、まあそうですね、多少の収納としても使えるかなと。はい、こんな感じのトランクになっております。はい、じゃあ参りましょう。はい、石川さん知ってます？知ってます。はい、何ですか？じゃあおしまいです教えてください何ですか？ W12 のこのどでかい重たいエンジンを積んでるにもかかわらず、はい、重量比57対47らしいですよ。あ、ちょっと間違えました、うん、100を超えちゃいました今、はい、53対47らしいですよ。あ、走りの車じゃないですか言ってもこの車って。ですね。もうそもそもレーシングスタートなんですよね。そうなんです、ベントレーは。でちょっと内装の紹介軽くになっちゃいましたけど、うん、このコンチ GT にもつながるこの横から横までこのつながったデザインのインテリア、うん、あと、うんうん、僕いろんなレビュー見てなるほどなと思ったのは、うん、メーターがこのバーチャルコックピット譲りのこの色々表示できるやつあるじゃないですか。ありますね。なんですけどこのスピード、うん、じゃないタコメーターか、うん、これに関しては固定なんですよね。どれ表示させてもすごい。だそこなんか思いっきりキャラクター出てるなっていう。でありながらこのレザーのインテリア、だこのメッキパーツと、うん、あとは日陰になるとこの何ていうんですか、写真だともうちょっと僕明るく見えたんですよ。ああそうなの、うん、だ実車見ると全然落ち着いた感じっすねこれ。あ、もう全然、うん、ステアリングまでこんな感じですけど、うん、だ日向は割とこうちょっと表情が違うというか。そうですね、確かに、はい。でこれ一周包まれてるのとこのメッキパーツで高級感とちょっとレトロな感じがすごいと、うん、そしてさっきちょっと触れましたけど、うん、このモニターカメラマン外してください、うん、ありがとうございます。ました。こちら見てください。これおすごいですね。あのこのデザインの iPhone のカバーを出してほしいです。かっこいいね。いや売れるんじゃない。スイッチ出してよ。
これででもベントレー乗ってなかったらダサいですよね、うん、じゃあ多分今俺に買うなって言ってるもん、ね、女のもついてると、はい、そして、うん、ベンジレーション全席シートヒーター全席、うん、そして、うん、ステアリングヒーターも当然ついてますし、うん、リアに関してもついてると。そうですね、はい、そしてブラインドなんかもできますし、うん、まあ、フロントから全部エアコンの設定から何から何まで、うん、すごすぎないですかこれ。すごすぎます、はい、でなおかつ運転も楽しめるんですよ。では参りましょう。はい、行きましょう。あと僕乗るたびに思うんですけど、この GGT もそうですけど、うん、あのバックにこう入れづらくないですか。そうですか。慣れかもしれないですけど、はい、なんかこう思わずニュートラルで止まっちゃうというか、うん、はい、それはちょっと僕の偏った例です。そう、はい、そうですこのフラットな、すごくないですかこれ、はい、あ、なんかすごいです。何がすごいというか、エンジンもなんかこう、いや、なんてかかってることがわかんないぐらいですね。ほんとすごいなこれ、超フラット、はい、で、名古屋店のこの裏の道って決してこう、そう、よくないじゃないですか。よくはありません、はい、うん、がこんなにフラットに走れるんですよ、22インチ履いて。素晴らしいですね。で、この段差とかも、はい、こんなに丁寧にいなしてくれるんですよ、うん、で僕が乗ってもこんなにスムーズに、うん、あとトルクが半端じゃないです。ああ、そうですか。踏んだら踏んだだけもうスルスルスルって車が出てくる感じ、この重たい車が。なんかそのトルク感があんま感じないというか、最初から出てるというか、波を感じないんですよ。そうですね、そうですね。いやいや、言いたいことは分かります。本当にスムーズ、うん、で、コンチ GT の時も紹介してますけれども、うん、そのエアサスペンションだったりだとか、うん、あと 48V のアンチロールバーなんかもついてるんで、もうとにかく姿勢制御は細かくできると、はい、うん、ちなみに今ベンチレーション全開で使ってますけども、うん、はい、ちょっとあの腰のところが寒いぐらい効いてきた。効いてます、うん、では行きます。 W12。 うおー、おー、早い早い。あれ、なんか前の W12 と全然違うフィーリングが。違いますよ。なんだろう、はい、何が違うの。違うし、今思ったのは、はい、後ろのタタンってなったじゃないですか、はい、だからああいう加速時は、うん、ちゃんとリアのそのショック固くして、はい、その沈み込みしすぎないようにちゃんとこう、だって普通あの加速したらもっとフロントリフトしますよ。いやいや、するね、でちゃんとフロントのリフト最小限に抑えて後ろも硬くしてるんで、はい、今の段差ダンダンってなりましたけど、うんうんうん、それがもうひとたびこの、はい、アクセルパーシャルの状態になればこの段差も、はい、ああ本当だ、音だけっすよ。音だけだね、うん、タイヤの、わこれすごいっすよね本当に。いや、すごいっすねこれ。めちゃくちゃフラットですよこれが。 V8 だったら、まあ、もちろんその吊るしで乗る方ってほとんどいらっしゃらないと思うんで、うん、まあ、結果オプションつけてて高くなるんでしょうけど、はい、V8 が2400ぐらいですか。うん、そうですね。で V12 が2700ぐらいですよね、はい、うん、あのむしろちょっとお買い得に本当に感じちゃうんですけどね、この内容、うん、でこれだけ中オーダーメイドで作れて、うん、あ、もちろんそこをやったらどんどん超えていきますけどね。ああ確かに、これっていうのはやっぱり最強だなっていう、ね、でちゃんとその運転する楽しみというか、うん、ここはもうもちろん、はい、本当にわずかですけど、うん、その感じさせる部分もあって、うん、え、わずかなの。なんかそのフィードバックさせるところってなんていうんですか、不快なところをもう完全に取り除いた状態じゃないですか。はいはいはい、確かに。でこれ以上行くと多分後ろに乗る車だと思うんですよ、うん、でこれ全然ドライバー扱いだと思うんですよね、うん、本当にフラットっすもんね、はい、本当だね、すごいねこれ。はいや、はいや、まあシートもいいですよこれ、座り心地も。ソファーっすよね、高級ソファーっすよね。でもちゃんとホールドしてる感じがあるんで、はい、これは疲れないだろうな。
でまた細かく調整ができるんで、はい、でマッサージも僕さりげなく使っちゃったんですけど、うん、はい、結構親しくれるんですよね。あ、使ってたんですか。はい、使ってました。やめてもらっていいですか、買ってますか。使ったらちゃんとレビューしてもらっていいですか。はい、減らないやつを。あ、本当ですか。これはですね、マッサージ、はい、多分いろいろこれ種類が出てきますよね。はい、はい、あ、本当だ。ウェーブパルスストレッチ、多分ウェーブでも腰のところを中心にやる感じだと思います。はい、はい、あとはあのプロドライバーの方が実はあの、うん、コンチ GT じゃないや、フライングスパー出たての時に、うん、あのレビューしてるのがネットに上がってたんですけど、うん、あの秒で4ダブルSっていうのが分かってました。あの事前情報入れずに乗って、うん、あ、これ4ダブルSついてますよねって。え、どういうこと。いや、もうそれぐらいこの巨体なのに、なんですか、あ、もう回答性はいいし、はい、その何ですか、曲がりやすい、うん、でこのホイールベースでって、この動きはもう 4WS ではありえないですよねって。ああ、そういうことですか。あ、そうです、 4WS です。ああ、もうプロドライバーの人だとすぐ分かるぐらい、うん、逆に僕だと自然すぎて分からないです。あ、そして車のちょっとこの操作のレビューに行くと、ステアリングはあの、うん、意外にしっとり重いというか、はい、ちゃんと回し応えがある感じ、うん、あのスルスル回る感じではなくて、ちゃんとフロントの接地感は感じ、うん、感じつつのステアリングって感じです、はい、ちゃんと手応えがある感じですか。あ、あります、あります、はい、でペダルレイアウトもごくごく自然、ブレーキもど真ん中なんで、はい、まあ、全然あの違和感なく、うん、はい、イギリス車っていうとなんか未だにちょっと癖が強いみたいなイメージの方も少なくないと思うんですよ。そうですか。レイアウトに関しては全然ごくごく自然だし、でも最近なんとなくそれも薄れてきてますよね。どうですかね。はい、と思いますよ。だから現行車そんな癖があるやつもマクラーレンぐらいじゃないですか。マクラーレンのペダルレイアウトがあるぐらいじゃないですか。そうですね。あとは分かんないですよね。土ぐらいじゃないですか。そうですね。人間的にちょっと癖が強いんで。めんどくさいじゃないですか。はい、そうですね。はい、そういうとこです。いいな。その、はい、やっぱりこう。一番最初のフライングスパーは当然は知ってますけど、はい、なんか型が変わって、あとは型が変わるっていうのももう年式とかマイナーチェンジしたりとか、はい、どん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 進化して良くなっていくじゃないですか。やっぱり今こうして乗ってると、改めてツッチが最初に言っていった、そのなんていうんですかね、うん、高級感と、最新技術の融合、デジタルの融合、ある意味究極なところで融合させてるっていう意味合いが乗れば乗るほど、あ、そうだよなっていう説得力を増してきますね。そのデザインの部分しかり、はい、その内装のその演出の部分しかり、うん、特に最近なんかイルミネーションとかすごいじゃないですか。そうですね。 S クラスなんかこうビューンっていったり、はい、はい、あれもちょっと、まあ、新しいものなんでどうなのかなっていうのもあると思うんですけど、やっぱりちょっと高級感と完全融合っていう空気でもないと思うんですよ、うん、確かにね、はい、その点このちょっとその光物に関しては控えつつ、うん、内装のこのデザインと、うん、このメッキパーツの使い方と、うん、まあ、あとはまあ仕立て用でもういくらでもできるんでしょうけど、うん、これっていうのはじゃあやっぱり他にないなっていう、うん、はい、そして後ろは今回カメラマンが乗ってますけれども、うん、これはですね僕予言します、うん、寝るやつです。あれもうすでに、いや、かろうじて起きてます。ギリギリ、いや下見でも僕ちょっと鳴らしてもらったんですよ後ろ、うんうんうん、むちゃくちゃ快適なんですよ本当。あのまずリクライニングが、うん、土方さんぜひ撮ってほしいんですけど、はい、あの信じられないぐらいできる。あ、意外に狭いっすよ。前方の方が広がったイメージがある。あ、本当に。それがシートが前に出ちゃうからじゃないの。それもあるね。あ、前に出すぎちゃうから、うん、角度はなんかすごいところまでリクライニングする、うんうん、コンフォートスペック、はい、はい、コンフォートのパッケージついてるんで、はい、まあ、後ろもベンチレーションシートヒーター、うん、ベンチレーションなかなかないですよね後ろ。そうなんだよね。でリクライニングもついてて、うん、だ普通に本当に寝ていける、うん、あとはヘッドレストもすっごいこの柔らかい二重のやつがついてるんで、はい、後ろ、うん、だとにかく快適、後ろ乗ってもいいし運転してもいいし、うんうん、
で、ひとたびアクセル踏めば300キロオーバーまで、うん、加速してるわけじゃないですか。早いよ、もうさ、なんていうの、加速始めた瞬間になんか、あ、これすごい速い車だっていうのがすぐ分かっちゃいますよね。エンジンをまだまだ余裕がありますからね、はい、そうなんです、あの挙動で、はい、シリンダー休止したりとか、うん、4WS で曲げたりとか、うん、あとはそのトルクベクタリングで内側 の, そのブレーキかけて曲げたりとか、すごいね。でもちゃんと最低限のそのなんか乗るところはドライバーのフィードバックは残ってて、うん、これよくロールス引き合いに出されるんですけど、はい、ロールスは本当に何にも感じないんですよね。そうですね、現行のゴーストも乗らせていただきましたけど、はい、あの車もずっとまっすぐなのは一緒なんですけど、はい、ドライバーに本当に何もフィードバックさせないというか、はい、だから怖いんですよ。あ、ちょっとありますよね、はい、その感じあります、わかります、なんか怖い情報がなくて、はい、その点ベントレーってちょっとそのそこのフィードバックは少し残ってるかな。そうですね、はいえ、はいや、はいや、新幹線ですね、うん、で今終始 B モードでしたけれども、うん、まあ、コンフォートにして使ってもよし、スポーツにすると、あ、スポーツにするともう分かりやすいぐらい引っ張りますね、うん、7速まで、これなんか吸気の音も作ってますかね。作ってますね、すっごい聞こえますよね。はい、聞こえます。なんかこのバルクヘッドの辺からすごくその吸気の音が聞こえる感じがします、はいはい、思ったんですけど高級車のレビューって難しいっすね。難しい、良すぎるからいいいいで終わっちゃうから、なんかこう突出したものが欲しい、はい、なんかでも本当あれだね、フラットライドな車だね。そうですね、で現行の進化ってこれすごいと思うんですよね。すごいね。でこのパナメーラと共通のプラットフォームですけれども、うん、そうだね、作りとエンジンでこんなに違って、うん、スタイリングもこんなのが作れちゃうという、うん、これ大丈夫ですか。大丈夫です、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にありますけれども、良すぎましたね。良すぎたね。そして改めてちょっと内容だったりだとか、うん、はい、その特に内装、このこだわりを勉強し直して、うん、この新車価格ってなんかもうバーゲンプライスだなっていうぐらい、まあ、もちろん僕買えないですけど、そのぐらいなんかこのこだわりに対してのその新車価格っていうのが逆に安くなるぐらい、うん、もう本当にこだわり抜いた1台じゃないかなと思います。うん、そしてあの V8 っていうもちろん選択肢もあると思うんですけども、はい、結構価格差あるんですよね。意外とありますね。新車で400万円ぐらい。そうです。ただもうこの辺買う方ってなんかその巡航距離がちょっと V8 の方あるということで、うん、はい、まあ、その辺をメリットとして捉えて買って、うん、方が多いみたいです。なるほど。なんでもちろん V8 なんかもお探しの方いらっしゃいましたら、はい、土方店長にご相談いただければ必要なものがご提案できると思いますので、はい、ぜひご相談ください。というわけで今回はベントレーフライングスパー W12 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。